ブランドコンセプトもがっつりとした縛りはなくてちょっとゲーム性と機能面を取り入れたブランドみたいな感じなんですよその時作りたいものを作るっていうのは大事にしてるんでいろんな人が僕のことを当時に紹介してくれてたみたいなんですよインスタグラムでフォローが来て「でも何事?」と思って衣装の方は本当に量産を考えないデザインで。 やりたいことをやれる。どっちも結構バランスよく好きにやれたらいいなって思ってます。もうちょっとこういうのあった方がいいんじゃないとか言われたりすることもあるんですけど、絶対に自分がしたいデザインは出る感じなんで、妥きしないデザインはずっとやってますね。 後半に入る前に、はい、そのジェンエイのブランドコンセプトみたいなのをその始めた頃の話をちょっとすっと抜かした気がするんだけど、はい、どうして今のそのジェンエイを始めようと思ったというかうそのブランドができたきっかけというかきっかけもともと同級生みんなブランドその時やってて、うん、自分だけやってなかったんですよ、うん で、もちろんブランド始めたかったんですけど、なんかこう踏み出せないっていうのはあって、うん、プラス、あとまあ資金面もあったりそこがやっと全部、ちょうどバランス良くなってきた時に始めたって感じです。ブランドコンセプトも、そんながっつりとした縛りはなくて、うん、本当なんか、日中、 データルーツと、ちょっとゲーム性と、機能面を取り入れたブランドみたいな感じなんですよ。うん、で、毎回そのシーズンのテーマがあって、うん、それに合わせて服を作ってるっていう感じですがっつり、こういうブランドっていうのは今は、今はってか、うん、ずっとなくて、うん、その時作りたいものを作るっていうのは、大事にしてるんで、縛りはないっていう感じですね、うん。まあ、名字、 を中国語にしたのがブランドネームだから着たいものを周りと着て作ったりとかそうですうん今そのブランド以外にやってるって最初の方に聞いた、はい、えっとアーティストの衣装をやってるって言ってたんですけど、はいはい、主に誰とかって言っちゃって大丈夫なんですかはい、うん、トモールボイス、うん ソウジ君とグミボーイ君と、あとは、一番最近はラルフ君のやつやったりとかって感じですかね。うんそのポップユアーズとかの衣装とか。現場にいましたよ、僕。え、マジですかう俺ちょっと、それ知らなくて、見てて、はい、これ誰が、これ、 あれだよなと思っ、その、なんていうの、売り物じゃねえよなとは思うす<ー>まず。二 <laughs>、はい、人ともなんか、色は違うけど、はい、えっと、当時くんが白で、はい、クイーンボーイくんがオレンジみたいな、はいはい、赤っぽい,いイメージで。はい、だけど、なんかこう、一貫性があるみたいな。うん、と思ったら、ポップアイズ帰ってるときに、多分、ヌーブくんのイン,インスタかなんか見てなのか、当時のインスタ見てなのか、 あの、メンションされてて。はい、<laughs> うえぇ、ー、ってなって。<laughs> すごい嬉しくなった。ああ。覚えてます、<ー>ポップユアーズで。嬉しいっすね、うん。あれ、一番最初の、えっと、アーティストの衣装があれではなくて、もっと前からやって。あ、いや、一番最初だと思います。あ、そうなんだ。衣装をやる、やったのは。で、フジロックとポップユアーズって、2種類ほど作っても、 フジロックも現場にいましたね。ごめん。すごい。<laughs> 見たなぁ。うんかっこよかった。あのー、かもめって曲で出てきて、しかもステージからじゃなくて、後ろの方からで、ベールをそっちに近いところに見てて。いあ、ここにいたみたいな。確かにあの衣装もかっこよかった。<laughs> あ,ありがとうございます。フ、うん、ールみたいなあ。あれも作って。うん割とその、 トウジ君と二人でディスカッションして、お互いのそのなんか、作りたいものを作ったって感じですか<ー>全部が自分ってわけではないですね。うんそれ出会いのきっかけはどこだったんですかは、うん、なんだろう、でも、いろんな人が僕のことをトウジ君に紹介してくれてたみたいでそれこそ、えー、っと、ヤオナスイ君。 なんかロンゲのモールボーイズのメンバーの人がいたりとか、うんうん、何人か結構紹介してくれてたみたいで、何、うん、だっけ、あの、きみさん,極,さん極みさ、うんきみオンザビーツ。音楽活動してた人もなんか紹介してくれて、うん、結構何人か紹介してくれて、なんかインスタグラムでつフォロー、 が来て、うん、そこでえ、なんかいい感じじゃん。ちょっと今度、飯かなんか行こうよみたいな感じになった記憶があります。当時君からインスタンフォローが。そう,そうです<ー>で何事と思って。<laughs> で、はい。そっからが出会い年齢はどの一緒ぐらいは、当時君の方が、えっと、自分より一個上ですね。あ、そうなんだ。あのー。 全然関係なくなっちゃうんだけど、シュガーヒールのリクが、はい、あれ何シーズン目ぐらいでやってたイベントなんだろう。大寛山のユニットでやってたイベントで、はい、なんかそのリクの知り合いだったからライブをやってたの確か。それで俺初めて見て、当時君を。 ああ、そうだった。だからそのつながりなのかなと勝手に思ってたんだけど、そう、全く別なんだね。フォーが別でしたね。<ー>でもそれこそ最、この間パリ行った時に、うん、あの、リクさんが来てくれて、ショールームに。うんうん、そしたらトジ君も来てくれて、うん、ちょうどそこ、さなんか、三人で話してってう感じになってました。う,ん、うんでそっから舞台賞やって、はい。岡田とラルフ君。 はい。うん。もうは舞台衣装っていうよりか、イベントの衣装みたいな。へー。ガーティックスナイプロンを作ったっすね。うん。インスタで見ました。あ,<ー>あれもかっこよかった。男心くすぐる,る。系ですよね。確かにちょっとそのアーティストの人に向けて作ってるものとかだと、た普段着としては確かちょっとこう、 詰めてる感じっすけどサバゲーとかしないですかいや、ずっとしたくて。あじゃあ、いや、それこそあの、レンさん、もう何回か誘ってくれてて、ちょうど合わないんですよね、タイミングが。だから、まだやってるんですか皆さんで。いや、最近できてないあ、全いや、ぜひ連れて行きたい。か。というか、みんなでその服着ていきたい。あめっちゃありです。て。 カメラマンも入れて、打ち <laughs> ながらシューティングみたいなうとか、うん。最初の方に他にやってるってさ、映画のかあ,あ、映画の衣装は一回やったことあります、ね。うん。それどういうタイミングで普通に依頼で来るそうです。インスタの DM でしたね、それへでなんかちょっと打ち合わせしませんかみたいな感じで。う 意外とその、やったことなかったんで、うん、興味があってあ、ぜひお願いします。僕でよければ、うん、みたいな感じで。やったことないんですけど、いい映画の衣装は、とか。んなんとか形になって、みたいな。はい、ど、どういう映画のなんか、学校、未来から来た学生みたいな人がいて、300年後の制服を作ってくれっていう。う面白い、ね、で、それも何,何個か書いて、で、この、この感じで、みたいな感じでディスカッション。 詰めてって最終、うん、作ってみたいな感じでんかそのまあさっき言ってたアーティストさんの衣装と JA っていうブランドはどっちもこれからずっと同じ力で進めていきたいっていう感じですかそうですねん,なんかなんだろう衣装の方は本当に一発一着っていう感じなんで、うん、その 量産を考えないデザインで、やりたいことをやれるのが衣装なんで、そのなんだろうな。ブランドの方でできないっていうか、出せない方を衣装で出せたりしたらいいなとは思ってて。うんうん、だからなんかどっちも結構バランスよく好きにやれたらいいなって思ってますね。うん 依頼がある限り、以上は。うん。まめちゃくちゃ増えそうっすね、ここから。たらいいですね。カズマさんの PV で、はい、俺はあれ普通にファンとして見てて、あれって思って、<laughs> まあ後にインスタで答え合わせみたいな感じですけど、<laughs> はい、あれも、あれは衣装提供です。普通にブランドの あ、そうです。そうです。お、何の着てもらって。どしゃぶり。どしゃり。はい。と、あと、最新だと。あ、You are my paradise. の衣装、衣装提供っていうそうです。あ、それこそこの、この、着て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 、着うん。を着てくれてます。うんうんうん。それは、 普通にスタイリストの方がリースしてくれてみたいな感じ。あともアーティスト本人が。もう直で DM をいたいっていう、えー、すごいね。嬉しいことに。直で DM が来るってどういう感覚なの <laughs> <も> <laughs> 何最初、嘘かと思うそうですね。<laughs> なんか最初ライブの衣装でなんか全夜を着て、着たいみたいなんで、えー、そこから何回かっていう感じでしたね。 うん、で、展示会も来てくれてって、うん、焦りましたね、最初。うん。おやって。うん,うん。そしたら、これから、ジェンエっていうブランドは、どうなっていきたいですかああ、世界にもうちょっと広げたいです。うん。あ、日本で、十分っていうわけではないんですけど、うん ある程度自分の中で今くらいでちょうどいいのかなとか思ったりしてて。うん、で、もうちょっとこう世界のいろんな国に見てもらいたいっていうのはあるんですよ。うん、だから、なんだろう、ランウェイをやりたいっていうのはあるんですけど、うん、それを日本で先にやるのか、うん、はたまたヨーロッパでやっちゃうか先にっても考えて、 1年か2年以内とかにわ結構キンキンでうんうんうんっていうのが割と直近の目標ではあります、ね、うんまずじゃあランウェイをはいやりたい、はい、<laughs> ランウェイは先にやりたいですねまあその前半で聞いたビッグ・オーエンスのやつを見てからそこが目標値ではあるもん、うん 一旦は、はい。うん、その先もな、店作ったりとかもやりたいですし、うん、服じゃないものも作ってみたいなとか、思ったりはしてますけど。うん、一旦の目標はランウェイで挨拶です。ういってするやつをしたいです。<laughs> そのウイがやりたいな。ういのためにわかってます。<laughs> なんかどういう洋服を作っていきたいとかもじゃあ、特にそこは。その時の自分のテンションですかね。でもなんか割とスウェット系今自分もちょっと着てはいるんですけど、うんうん、楽なのはずっと好きなので、うんうん、そこの緩さはずっと多分あるとは思うんですけど。あもうちょっとブランドもなんか いろんなこと挑戦したいなとは思ってます。加工なり作ったことないもの例えばレザーとかもまだやったことないですし。ああそ,うそういうのは今後はやれたらいいなと思ってます、ね、型数を増やすとか。うもうちょっとこうバリエーションをあの多くして、んこんな感じのもできちゃうよみたいなの 見、見てもらえたらなとか思います。うん,う,んうん、楽しみにしてます。頑張ります。<laughs> なんかいつもブランドを拝見してて、ルックが、はい。めっちゃ可愛いなって思うんですけど、はい、あれはディレクションもは、自分でディレクションするときもあれば、うん、みんなでやるときもありますし、うん、スタイリストの人に任せるときもありますし、うんうん だ大体のテーマみたいなのが伝えて、うん、それに合う感じとか、一緒にこう話して決めたりって。なんか本当、なんて言うんだろう。世界観が一瞬でわかるというか、<laughs> <ん>畳の部屋で撮ってるやつとか、あ,あとその後にやってたなんか、ゲームっぽい。ああ、コラージュで9枚が1枚になってるやつ。あれは確かに今でも好きですね。 そのなんか、どっかしらルックの中にゲーム性は、毎回え入,、うん、入れてますね。うん、毎回。毎回かな。うんうん、なんか、ルックを取る上で、自分の中で大切にしてることとかあります、ね、大切にしてることですか、うん、ええー。ああ、でも、なんだろう、シュールっぽさを一つ。 毎回入れたいってのあって。で、毎回最初のシーズンからずっと使ってるモデルがいて、うん、くまちゃんって言うんですけど、うん、ちょっとプニッとしてる。うんうんうん、多分あの、インスタ飛んでもらったらすぐわかる。その人は毎回使ってるんで、なんかこう、うん、そのシュール枠じゃないですけど、うん、ちょっとこう、ゆるい、抜き、 うんうん、抜け感みたいなのは彼で表現したりはしてますね。うん髪の毛をバチバチに決めても、まあその、彼の感じが他のモデルとは違う雰囲気があるので、うんうん、その、なんだろうな、全カッコつけ、プラスちょい抜けみたいな、様相は毎回、 入れてますね。それは服作りでもそういう部分は大事にしてるんですか服自体では多分ないんですけど、うん、ルックでそういう見せ方をしたい。ん。ですよね。はいはいはい、7シーズン目はい。って言ってたんですけど、4年半 ?3 年半。3年半。えっ、ー、と、ファッション業界にいて、その業界に思うことみたいなのありますうーん。 結構、無知ではあるんですよね。本当に、興味ないわけじゃないんですけど、あんま,んま知らない状態でずっとやってるみたいな感じなんで、うん、<laughs> 知った方が絶対いいとは思うんですけど、うん、まあその、うん、例えばオンラインだけで売るアイテムを、 うん、今考えたりはしててうんうん、うん。そういう、自分だけの力でできる範囲ってどこまでなのかなとかは、思ったりはしますね。まあ、販売形態がいろいろあるファッション業界なんで、うん、そこはね、はい。まあ、自力でできるに越したことはね。<laughs> そうですね。あ、<laughs> でも、うん ずっとその支えてくれてた、オフィスとかがあっての知名度ってもあったりもするんで。まあ、うんね、何が正解とか本当にないと思うんですけど。うん、どんな感じで、その今後も一生こんな感じでやるのか。うん、韓国のブランドとか、変員素、派員素うん、とか、ポストアーカイファクションとか自分の うん、お店とその上の階が、あの、会社の工場、工場っていうか、サンプル作ったり、うん、スタジオがあったりとか、それは結構憧れますね。その、ブランドのあるべき姿っていう感じはします。うん、自分のお店を持つっていうん。うね、で、海外におろしてみたいな。うん、国内はそこだけで売ったりとかは、結構、 かっこいいなって思いますね。そこのスタイルに。だからそこの領域までいけるのが。うんうんうん、じゃあ、いずれはそうなりたいなりたいですね。<ー>それこそ、あの、最近、パリファッションウィークでサブカルのショールームに参加してたんですけど、うん、僕が。その、一緒のショールームにアバロンっていうブランドがあって、うんうん、その人も、 すむさんっていうんですかその人も自分の工場があって、みたいな、うんで。やっぱ全然違うんですよね。その、すぐできるとかできないとかあ。あ、そうだよね。ったり。ただ、それが、うん、それがめっちゃ羨ましいです。うん、はい。ただ、その、そこでしかできないことと、それ以外でできることも多分あると思うんですけど、うんうんうん まあその独自の工場じゃできないなんて言うんだろう家庭だったりとか、はい、そのギミックがあるってこと、ね、このバランスとかを確かに見ながら今後自分もあんな感じでやれたらいいなってめっちゃ思いましたさっきジェイエのをこれからどうしていきたいかみたいな話聞いたんですけど、はい、ブランドと衣装以外で これからやっていきたいみたいな、ほんとプライベートのこととかでもいいんですけど。ああ、タトゥー始めたいですね。おう。掘るタトゥー掘りしへえ<ー>。は、今年ちょっと始めてみようかなとか思ったり、あとでも絵とかも。そっか、絵はもともと好きだったそうですね。こう、なんかペイント系。iPad ではよくそのデザインでは描くんですけど。ん<ー>なんだろうこの普通にこういう。 特にイラストっぽい。イラスト。彫刻とかもやってみたいですし。<わ>でも、一旦はタトゥー、タトゥーを始めてみたいですね。う,ん,うん。それはなんでですか普通に興味があるから。あり,あります、あります。なんか、やっぱ周り多いっていうのもあるんですけど。その、どういう感じでみんな入れてるんかな 最近だとこう入れてもらってる時にずっと見ちゃうんですよね。うん、その針の深さとか、どんくらいのストロークでとか。うん、楽しそうっていうのはありますね。うん。だでもその、がっつりできるかなとかもわかんないんで、うん、ちょっと最初は自分で足に練習したりとか、うん 言えるとこある <laughs> あります、ね、あます。意外と。<laughs> それはちょっと何かあったら連絡ください。<laughs> ああ<ー>、いいですかそう僕は何も教えられないんですけど。<laughs> <laughs> もっと下の世代で若い子でブランドこれから始めようみたいな子たちがいると思うんですけど、はい、なんか、なんかこう、ブランドを始めるにあたってのアドバイスみたいな、ここはこうした方がいいとか、ここは気をつけた方がいいみたいなのがあります。うーん えー、結構、その、頭使うなぁとは思いました。うんだから、僕はバカなんで全然できないんですよ、そういうところが。うん自分でできるんだったら、うんなんだろうな、いろいろ逆算してやった方が、うん将来を逆算。そうですね。うんまあ、一年後、一旦一年後で,でもいいんですけど、どそれに向けてどう、 行動するかとか、うん、お金の使い方とか、うん、あとはまあ交流の仕方とかも結構大事だったりするんですけど、うん、そうですね。そういうところは大事かなって思います。うん、交流はどう、なんか意識してることがとありますかなるべくでも、呼ばれたら行きますね。<laughs> 基本、本当その出会いが結構大事だなって思います。うんうん それこそ、うーん、人見知りはするんですよ、僕結構。うん、で、でもその、全くしない友達もいて、うん、で、その友達は結構やっぱり、いろんな人とつながってて、いろんな国に友達がいて、みたいな。うん、で、行ったらこうなんか仕事しようよ、みたいな人がいるんで、それが、もし自分でもできてたら、もっと広がってたのかな、とか。うん その何だろう。まあ、同じ志を持ってれば、どっかで繋がるみたいな。うはい、そうですね。大事かなって思います。この辺じゃあ、ある程度のコミュニケーションと、あと逆算。はい。<laughs> あと、自分のやりたいことは絶対やった方がいいっていう感じですね。んその、何だろう。めっちゃ、販売に向けてとか、う めっちゃこう、大人の意見とかではなくて、うん、ちゃんと自分のやりたいことはずっと常にありながらの、ちょっとそういうところを入れるみたいな、うん、うまい具合に。うん、あとは、諦めない方がいいかなっていう感じですかね。もうきつかったですけど、僕も1、2シーズン目。うん、これ本当にやれんのかなとか、って、うん、思ってましたけど。 意外とこう頑張ってやって、耐えて、耐えてっていう感じで、やってると、だんだんこう、ちゃんと見てくれる人が、継続が割と、その、続けてるんだねっていう感じになるんで、うんそこは良かったかなと思いますうん。めっちゃ借金しても続けて、みたいな。うん ちょっと信じて自分をやってったらこう助けてくれる人もいっぱいいるんで、うん、そんな怖がらない方がいいかなって、うん、失敗は別に悪いことじゃないと思うんで、うん、そんな感じです、うん、ありがとうございます <laughs> ちょっと抽象的になっちゃうんですけどこれは絶対曲げないみたいな自分の哲学みたいなのあります やっぱデザイン面ですかね。その、うん、もうちょっとこういうのあった方がいいんじゃないとか言われたりすることもあるんですけど、うん、それを踏まえながらの、絶対に自分がしたいデザインはずっとやってる感じなんで、な、うん、うんうん、<laughs> だろうな、妥協らないデザイン、うん、妥協しないデザイン。 はずっとやってますね。そこが多分ずっと変わらないところかなっていう。うで、だんだんその勉強もしてて、スタイルは変わったり、いろんなこと挑戦したりはするんですけど、その中でもずっと変わらないのは、その自分のしたいデザインは絶対ずっとしてる感じですかね。確かに展示会何回かお邪魔させてもらったんですけど、普段使いこれできるかなみたいなのとかも、 比べるのはあれですけど、他のブランドさんに比べ結構多いと俺は思って,て感じてて、濃いなと思うというか、確かにそこは曲がらないところなのかなと、気に見てても思いますね。ありがとうございます。<laughs> そろそろ時間なので、最後の質問に行きます。はい、ちょっとさっき聞いたこととかぶっちゃう部分もあるかもしれないんですが、それはそれで,でよしとして、 この番組を聞いて、もっと自分らしくいれる人が増えたらいいなというのが、ビ、はい、アドーズの願いなんですが、はい。ご自身の経験から伝えたいことなど、うん、皆さんにメッセージをお願いできますかはい。あ、うん。どんな時でも、あの、自分を忘れないことですかね。流されたりしないとか。うん 自信を持つこととかも割と同じかなと思うんですけど、うん、諦めずにずっと挑戦したりとか、うん、そういうところですかねありがとうございます全然大丈夫ですよ <laughs> 始まる前はいちょっと喋るの苦手でって言ってくれてたけど